はい、はい、どうもルースト河原町店です。河原町店スタイリストの今西です。小原氏です。藤本です。本日は今西くんのカラーをしていこうと思います。ブリーチとオンカラー2回でやっていこうと思います。ブリーチとお前でブリーチとって声裏がっちゃうんですけど、はい、やっていきます。お願いします。はい、で僕の今の髪の毛は過去にブリーチの履歴が1回とオンカラーの履歴が1回です。毛先の方にちょっと強めのパーマの履歴が残ってるっていう状態です。髪質は硬くなく柔らかすぎずみたいな、ちょうどいいぐらいの普通の柔軟癖のある髪質で、毛量はちょっと多めです、うん、癖はそんなにないです。前髪に生え癖があるぐらいなんで、うん、癖毛っていうことでもないし直毛っていうことでもないです。でブリーチは結構僕は、まあ、何が基準かは分かんないですけど割と抜けやすい方です。で今回は根元も伸びてきて黒い部分があるので、まあ、そこリタッチプラス全体のトーンも上げたいの で今日はよくブリーチしてボンカラーで暗い色乗せて色落ちを楽しむっていうのも一つの点やな。最近ね流行ってる、流行ってますね、ローライト的な感じのがあるんですけど、今日はちょっとハイトーン系でせっかくブリーチでしっかり抜くんでハイトーン系で攻めようかなと思ってます。ブリーチが終わりました。かなり傷んでる部分はかなり抜けて白くなりました。でここからあんまり暗く沈めすぎない色に挑戦していきたいと思います。はい、お願いします。でも最近はあれですよ、僕のおかげでここの店舗の皆さんはお弁当を作ってくるようになりましたね。へえ。金かからんすね、自炊は。料理はちょっと楽しく感じてきます。おもろいです。ありがとうございます、はい、完成までお待ちください。どれぐらい、多分動画なんで一瞬っすね。カンアンドセンアンナー、まだ完成ではないですけどね。おう、はい、はい、完成しました。はい、ありがとうございます。シルバー系の色ですね。はい、やっぱり夏といえば明るくカラーするのがですね。ダメージがすごくてこの辺とかマジでもう飛んでいったんですよね。ヘアケアは大事です。しててこれです。しててこれなんで、はい、ヘアケアは皆さんしましょう。はい、そんな感じでルースト河原町店のカラー動画でした。よかったら高評価とチャンネル登録ですね。ハードアフェクトなお願いします。